大変です。公爵閣下。なんだ、何をそんなに慌てておる。お客様がいらして。客？そんな約束をした覚えはないが、その監察員からの。何？失礼します。司法監察院所属、マキアス・レイギニツ監察員です。バラット公爵か、公爵、バラット公閣下、あなたを公費乱用の容疑で調査させていただきます。何？だからわしは汚職だとしておらんと何度も言ったではないか。すみません、それを確かめるのが自分の仕事です。そもそもこんな横暴な調査通ると思っておるのか。お言葉ですが閣下、あなたにはかつてラマール種の暫定総括を務めていたときに数々の職権を乱用したことがありますね。それはどうせ開園家ことをわしのものになると思ったから。理由はどうあれ前科は前科です。そのためあなたは要注意人物としてリストに加えられ、今回のように何か難しいことがあったときは即座に観察処置が行われる規則なのです。もちろん調査にあたって観察員から正式な執行状が出ています。どうかあしからず。あ、調査は自分の方で勝手に進めますのでお気になさらず、公務に戻って結構ですよ。気になって仕事などできるか。そうですか。直近の公爵家の資金運用、ホットケーキ、シュークリーム、エクレア、タルト、プリン、モンブラン、ティラミス、ワッフル、バームクーヘン。だから太るんだよ。なんですかこれは、菓子屋。食後のデザートは貴族のたしなみではないかね。貴族は関係ないような。というか短期間でこの量は食後のデザートの域を超えている気がしますが、僭越ながら少し節約された方が良いかと。公爵閣下のご年齢ですと血糖値に気をつけないといろいろと。やかましいわ。こんなストレスばかりの毎日、甘いものを食して解消せねばやってられん。そんなにストレスを溜めていらっしゃるんですか。これは書籍の購入記録。親戚の子供に好かれる大人の見せ方、年の離れた親戚と仲良くなる秘訣。もしかしてミルディの工事のことですか。違うわ、誰があんな小娘と。これはだな、一般教養としてわしが読もうとしただけじゃ。そうですか、大変だと思いますが頑張ってください。これは育毛剤と発毛剤、頭髪保養サプリに頭皮マッサージの予約。気にしてらっしゃるんですか。君はどうしてそう一言多いのかね。すみません。一曲がだ、君のような苦労人こそ一番なりやすいのだ。まだ若いからとして油断しておったらそのうち剥ぎ上がるからな。気をつけます。なんかグーの沼でね。調査の結果、バラット総括管理、総括断理には公費の責任を含めた不適切な行為は見受けられませんでした。お手間を取らせて申し訳ありません。ご協力に感謝します。最初からそう言っておるではないか。まったく、とんだ恥をかかされたわい。今回の調査結果はしっかりと監察に報告いたします。今後の閣下の信用回復にもつながることでしょう。せいぜいわしの素晴らしさを言い広めることだな。そもそもどうしてわしにあんな容疑がかけられたのだ。あ、それは確か、つい最近、閣下は新しい飛行船を購入されましたよね。さすがに飛行船となると、簡単には出せない金額のはずですから、ちょうど総括代理に就任された時期と重なって、監察対象に浮上したというわけです。つまり、あの船のせいだと。まあ、端的に言えば。まったく忌々しい船じゃ。うわ、やべえの来た。まだお客か。何か欲しいものがあったらケルベロスにいいな。ますます立派な猟犬になったようだな。せやな、
むしろこいつが欲しいわ。なんだ西風の、しばらくぶりじゃねえか。ケルベロスはやらんぞ。長男やで、弾薬の補充に来たんや。ついでに店の様子を見にな。アシュリー殿も気にしていたようだ。見ての通りうまくやってるぞ。前にやったらよろしく伝えてくれな。ま、繁盛しとるようで何よりや。デートに来るのは変なやつも多いしな。退屈はしねえぞ。そういや、おけくらはどうなんだ？元気にやってるか？ああ、西風再建のため大陸拡張を紛争中だ。なかなか大変やで。ま、団地に託されたことやし、気張らんとな。そういう時こそ、盾に移った彼女がいれば、思わずにはいられんかな。それは考えてもしゃあない。俺たちはぼちぼちやっていこうや。だな。よくわかんねえけど大変そうだな。ま、その割にはいい顔してっから大丈夫だろ。ジンコも品ぞろえを強化してっから、必要なブツがあったらどんどん言えな。そうだな。まずはいつものを頼む。それから使い切ったこれとこれ。あとは。大体揃ったな。まだ何かいるか？いや、十分やろ。ま、なんや、漏れいもんでも入ってたりしたら別やけどな。ああ、そういうあったな。お客らが興味ありそうなのが。なんやこれは。官能式爆弾。のように見えるが、ゼロが知らなくなるとわからんな。いや、大体合ってるぞ。ただ衝撃とかじゃなくて魔力を感知して爆発するとそうだぞ。魔導嫌いって言ってたな。魔導嫌いやって？聞いたこともないわ。だろう？現物限りの一品物だぞ。こりゃ手に入れて分解でもせんと、トラップマスターの名がスタルで。なら買ってくか、安くすんぞ。けどこんな希少なもん安く買うても悪いしな。せや、どっかで売ろうと思っとったこれと交換したのはどうや。おお、ミッシーじゃねえか。しかも金ピカだぞ。それだけやないで、顔をよく見。このマヤの形、レトロミッシーか知らねえし。何か違いがあるのか。大違いやで。ミシラム開園当初のミッシーは、こう微妙に生意気な顔しとってな。今の間抜け面より好きっちゅうファンもいるくらいなんや。地味にディスってねえか？無駄に詳しいな、ゼノ。ミッシー型の小型自立爆弾を作ろうと思ってな。一時期研究しとって立ち悪いな、おめえ。いや、なんか言えや。その無言はスライで。にしてもよくこんなもん手に入れたな。それにこれ純金じゃねえか？せやで。一目でよう分かったな。ハルトマン議長って覚えてるか？確かクロスフェルの議会に行った偉そうなおっさんな。確か帝国派だったけど、いろいろやらかして2年ほど前に捕まったんだったっけか。そうそう。あいつ失脚して亡命しようとした頃、一時期俺らに護衛を依頼しとったんや。結局計画切れた後に捕まったんやけど、当時報酬の代わりとして渡されたのがこれや。なんでもミシュランの建設機に利権絡みのなんやらかんやらで作らせたらしいで。そんなことがあったのか。大使の時もなんかあったみたいだし、ミシュランももう闇が深えな。まあとにかくこの像で窓を切れた交換でええか。いいぞ、取引成立な。そういう程度のギルド支部も再開してみたぞ。今なら妖精もいるかもな。フィーがここに。そんじゃ、ちょっから様子見に潜入してみようか。見つかったら怒られるぞ。その時は、腕試しを称してたっぷり遊んでやろう。せやな。まあ、あんま騒ぎすぎんなよ。どんどんレートが高くなっていく。で、巡り巡ってこのおっさんに何回物言って、飛行艇と交換するって感じね。まったく両方会議までわしが出席するなど、あの小娘はたるんどるわい。いえ、閣下。ミルディーヌさんもあちらで合流し、出席するご予定とのことです。そうか、ならよい。いや、よくなどない。そもそもわしを巻き込むでない。実際に政務を取っている
王子様がいてこそ有意義な会議になるでしょうとミルディ様はおっしゃられておられました。そうか、わしがいてこそちょろいな。このおっさんちょろいな。なら仕方があるまい。この大貴族バラットが若輩の漁師たちを導いてやろうではないか。結局この船に乗ることになったのだな。はい、多州への移動になりますのでこれが一番よろしいかと。ご購入されて以来初めてのご登場になりますな。ふん、気に食わん船だが、せっかく買ったものを使わないのはバカらしいからな。閣下、出発前の点検もまだですし、こちらでお待ちになっては。クルーを担当する使用人たちもそろそろ来る頃かと。ふん、別に今すぐ飛ばそうなどとは言っておらぬ。わしの船だ。わしが一番乗りではなくてな。でなくてな。え、公爵閣下？しばらく乗ってないうちに何と鳥の巣なんだ。いまいましい、実にいまいましい。まさか長らく放置した船の中が鳥の巣になっていたとは思いませんでした。マジか、鳥さえもわしに歯向かいおって。えい、どれもこれも全部このいまいましい船のせいじゃ。しかし船体には異常もなさそうですし、簡単な整備だけですぐに飛んでくれたのは幸いでしたな。これならば会議にも問題なく間に合うでしょう。ふん、腹立たしいが確かに乗り心地は悪くない。現在はランクドック峡谷の上空を通過しております。さすが高速艇、もうすぐラマール州を出る頃かと。わしは疲れた、しばらく寝る。着いたら起こせ。承知いたしました。え、なんじゃ。大変です、船が操縦受け付けません。何、エンジン停止、各種機器も沈黙。このままでは船が。そんなはずは、さっきの点検では問題なかったのでは。船内の皆さん、聞こえていますか。誰じゃ。時間がありません、近くの者に捕まってください。私が何とかします。何何何、誰。これは何かにさせられてゆっくりこ、あー、ティータだ。オーバルギア開発計画につながるんだ。着陸できました。助かったのか。そのようですね。死ぬかと思ったぞ。助けてくれたのが誰かわかるのが、後で礼を言わねばならんな。その前に、この閣下、あの占い師が言ったことは本当だったのだな。あの時参戦して買ったこの船はわしにとって不幸をもたらす船じゃ。もう我慢ならん。こんな生活、わしはもう海上要塞なんかに戻らんぞ。そしてこの忌々しい船、一刻も早く処分しろ。二度とわしに見せるんじゃない。めんどくせえ。へえ、それでこれを手に入れたわけか。なかなか面白い話じゃないか。だな、おかげであっちの店でも退屈しなかったぞ。それはそうと、なんでこの像をこっちに預けるんだい。あんたも好きだったじゃないか、ミッシー。それがな、どうもレトロミッシーの顔がジンゴの趣味に合わなくてな、いまいちコレクションに加える気にはならねえっていうか。まあどうせ売るならクロスベルの方が需要ありそうだしな。どうだママ、売れそうか。ああ、昨日餌をまいておいたから、そのうち誰かが引っかかるだろうが。いい、お邪魔します。うわ、一番引っかかりそうな人来た。確かこいつもあれですね、ミッシーマニアでしたね。言ってるそばから、それで駆け込んできたのかこいつ。じゃあとは自分で何とかするんだね。支援課の青い方のチビじゃねえか。ジンゴさんに言われたくありませんが、まあそれはいいでしょう。それより、ここに激レアミッシー像があると聞いて駆けつけてきましたが、本当ですか。本当にこれを見当てに全速力できやがった。本当だぞ。よくこんな真っ昼間に来たな。仕事はいいのか。ミッシーより大事なものはありません。冗談です。単に気になりすぎて仕事が手につかず、
周りから言ってこいと言われましたので、理解ある職場でいいね、本当にいいね。まあ多分ティオンの功績からしてます ね、まあね、わからなくもないけれどもね、同じじゃねえか。あの公認か非公認かの違いでしかないからね。とにかく早く激アレアミッシーズを見せてください。これな、このきらめきに極めて希少な初期造形、眩しい、眩しすぎて直視できません。めっちゃ見つめてるじゃねえか。なんだ、お客はレトロミッシー派か。いいえ、私はどんなミッシーも愛しています。ミッシー博愛主義者です。ミッシー博愛主義者だと、ジンゴすらたどり着けなかったミッシー愛の境地、お客はそれに至ったのか。何その超高クラブみたいな。私もかつてミッシーの真実を知り、長い間悩み苦しんでいました。その果てについに悟ったのです。全てのミッシーを愛そうと。そうか、どうやらジンゴはまだまだ修行不足のようだな。持ってけ、この像はお客のもんだ。本当ですか、ありがとうございます。家宝にします。それでお値段は。払わなくてもいいぞ、お客が持つべきものだからな。そうはいきません、こんなものを対価もなしに受け取るのはむしろミッシーに失礼です。とは言っても私も大したミラは持っていません。あるものと交換するというのはどうでしょう。あるもの、それは、あ、もしかして担ぎ込まれた。数日後、まさかこんなものが手に入るとはな。おお、やっぱりか、巡り巡ってわらしべ長者かよ。とある貴族が不要になって処分した皇族飛行艇です。財団に廃棄処理が回ってきたのですが、多少の整備不良を除けばかなり状態も良かったので、さすがに忍びなく。処分を差し止めておいたのをリサイクル品扱いでお渡しできるよう手配しましょう。何、廃棄費用も浮くので財団としても助かります。ジンゴさんなら使い道もあるでしょうし、どうか活用してあげてください。本当に石ころからこんなものになるとは思わなかったぞ。本当よ、人形になって、爆弾になって、なんか像になって。改装もペイントも済んだし、今日からお前はアルゴー号な。ナインバリ新サービスの開業だぞ。いつかスゲームを乗せてやるからな。まさかまさかなだよ。若干そのオーバルギア開発計画と話つながってるってのも面白いな。そういうことね。じゃあつまりそういうことですよね。あのジジイが飛行船買わなかったら、オーバルギア開発計画成功してたんじゃん。やっぱあのジジイだな。許すまじゃん、あのジジイ。というわけでね。多分これ二分割かな。はい、というわけでですね、残り一つとなりましたが、これはまた次回見ていくことにしましょう。ちょっと話が意外と長かったんでね、2パートに分けて更新していきたいと思っておりますのでね。はい。まあ、その後、これやった後は、まあ、封印の鍵、試練の鍵か、もうやってないし、ちょっとまだね、レベルが足りてないメンバーが何人かいるのでね、ちょっとこのあたりのレベル上げとかも進めていこうかなと思っております。はい、まあそんな感じで、英雄伝説始まりの奇跡実況プレイのパート120、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるな。